うわいい香りだな。わあ美味しそう。やったー。負けたくない負けたくない。来た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 。めでたい。嘘だろ。来た。おはようございます。釣り歴約10年ぐらいのダイスの大野雄大です。この番組はビギナーからベテランまで、全ての釣り好きに送る釣り料理対決バラエティ番組です。早速対決する相手を呼びたいと思います。西村美穂さんです。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。14代目アングラーズアイドルの西村美穂です。よろしくお願いします。釣り自体は実際始められてからどれぐらいなんですか？ほぼ初心者ですね。あ、そうなんですか。まあ今回釣りをやるときに知っておいた方が、楽しめるポイントがいくつかあるので、この番組ではそれも合わせて伝えていけたらなと思っています。はい、はい、そしてですね、今回僕たちがこの被ってるキャップ、この番組でやっている釣りマナー広報手始めにマナーのロゴが後ろ側と横と、はい、入っています。ちなみにこのキャップが今回もらえる、視聴者プレゼントというふうになっていますので、そちらもお楽しみにしていただけたらと思います。今回狙う魚はマダイです。はい、意気込みは目標などどうですか？意気込み、はい、私まだ船で釣れたことないんですよ。わおまさかのあと料理対決ということで、はい、料理もありますからね。まあ料理もあんまり、はい、まあ、苦手というかほぼちょっと苦手かなり大丈夫ですか？一匹も釣ったことがないのと料理苦手。いやもう今日はもう晴れてますし、はい、晴れてますし、これはもう、はい、風もちょっと収まりましたし、もう私の、はい、今日は西村の日ということで頑張ります、ね、ミポリンデミポリンデ、はい、僕はですね、いつも通りに美味しく料理を作って、魚も間違いなく釣りたいなと思っています。早速行きましょうか。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。小野雄大と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近マダイは釣れていますか？このところあのシケが釣れて、はい、昨日一昨日ちょっとあれですもんね、悪かったんで、まあ行って今日は一発釣れんか何をするか、まあどっちかと思うんですけども、一発釣れるように頑張りました、はい、よろしくお願いします、はい、初めてだこっちタイプ。ミポリが釣れますように本当に祈ってください皆さんはいよ、スタートして一投目いきますか、はい、頑張って釣れるのか頑張りましょう。あ、じゃあここに乗せたい。これ気をつけてね。はい、あ、祭ってんのかこれ。祭ってるな。お祭りしてませんかって声かけて、あ、俺してるって言ったら、その人に巻いてもらって、重さ、同じ重さになるまで待つわけ。隣ですね。すいません。すいません。まだ大野さんが釣れてないので、先に釣りたいですね。祭ってますね。祭ってる、祭ってる。そのままちょっと待ってたよ。はい。あ、これであげて、あげて。あ、いる。あ、トラだ。フグ。トラフグ。僕のですか？待って、彼女もいない、これ。ダブルケット待って、いると思う。痛い。こんなめでたいことある。これ彼女。やったー。すごい。タイです。マダイ。いいな、俺もあれ言いたい。タイだけにね。やったー、初めて。頼む。お、当たったけど食い込まねえか。お、よし、来た。来たらしいですよ。赤いのが見えた。イエイ、よかったです。よかったです。いや、私も負けてないですよ。お、来た。あ、イサキだ。よし、急げ。来そうな気しかしないですね。当たりそうだぞ、これも。来い。お、当たった。やってる。やばい。いいサイズな気がする。
やった。ちょっとサイズアップ。何匹目ですか？27匹目です、ね、海に感謝。私もフィーバー。負けたくない、負けたくない。景色いいでしょ。気持ちいい。本当天気が気持ちいいですね。ダブルキャッチがしたいな。食べられちゃいました。釣れてないのに来ないかな。あ、来た。当たった。嘘だろ。もうすぐ自分で巻いた方がいいですか？お、乗った。来ました。すごいダブルヒット。何ですか、みんな何が出るかお楽しみ。多分タイですか？うわタイだ。あ、すごい、割とちっちゃい。ちっちゃいけどタイだ。よかった、タイです。めでたい。こっちはどうだ。タイだ。あ、よかった。あ、サイズアップだ。やったやった。ありがとうございます。さあ、じゃあこれめでたいとこで、これね、タイムアップだ。めでたい、やった。一瞬詰めました、ね、まさかの一人だけ残されたと思ってめちゃめちゃ焦ってたんですけど。神奈川県はね、マダイの放流はね、もう何十年もやってるんですよ。マダイは20センチ以下放流しましょうということで、まあ、釣り船ではもう完全に20センチ以下で放流してるんです。自分たち釣り船業者もお客さんも、あとメーカーさんもいろいろね、ご協力なさってるんでね、東京湾に魚を増やしていきたいですね。肝心の超過ということなんですが、マダイは何匹釣れましたか？2匹。2匹、はい、おめでとうございます。お、嬉しい、よかった、釣れて。本当ですよね。僕も今日3匹釣れたのでよかったなと思うのと、あとドラマティックな展開があったので、はい、ドラマティック。素敵な楽しい釣りになったんじゃないかなと思います。はい、はい、この後料理対決がまだ残っていますので。来ましたか。はい、行きましょうか。はい、行きましょう。せーの。さあ、ここからは料理対決ということですが、はい、何の魚でどんな料理を作るか宣言したいと思います。はい、1人1品勝負です。はい、僕はちなみにタイのムニエルを作ろうと思ってます。私はタイのパスタを作ろうと思います。はい、こう勝負って言って最初に宣言するのはなかなか珍しいパターンなんですが。確かに、はい、早速作っていきましょうか。はい、頑張りましょう。はい、緊張。頭をあとちょっとや。塩コショウ振っていきます。風も読まないといけないですね。確かに。ちなみに西村さん最近さばいてるという練習をしてるとき。そうなんですよ。どうですか、慣れましたか？何回目ぐらいですか？4回目です、さばくの。それでは焼いていきたいと思います。いい香りですね。うわー、いい香りだな。美味しそう。めっちゃいい匂いするんですけど。すいません、バターさんが。バターさん活躍中ですね。バターさんがやっちゃって。そしたら昆布茶を入れていきます。わあ、わあ、美味しそう。仕上げにレモンを絞って。完成しました。タイのムニエルアンチョビ焦がしバターソースです。私の料理も完成しました。タイとほうれん草のクリームフェットチーネです。はい、ということで料理が終わりましたが、はい、今回は料理対決ということで審査をしていただくことになっております。テイスティースタッフのフードコーディネーターのお二人と、特別審査員としてミキマルの船長さんです。それではまずはテイスティのスタッフの方から食べていただきたいと思います。よろしくお願いします。久しぶりになんかオーディションを受けてる気持ちになりました。続いて特別審査員の船長さんの方にも食べていただきたいのですが、大野さんの方からいただきます。あ、はい、じゃあいただきます。よろしくお願いします。はい、とっても美味しいです。西村さんのお料理もいただきます。
どうですか。とても美味しいです。2人の愛情が感じられます。じゃあそれではどっちが好きだったか結果を発表していただきたいと思います。ドキドキ、これシンプルにドキドキですね。それでは3人の審査員の方一斉に名前の札を上げてください。せーの。あ、嬉しいです。嬉しいです。やっぱり自分のところで釣ってもらったサイダーね、どちらもね特別に美味しいんですけども、うん、僕はなちょっと味が濃いめでね、なんかパンチがあるあの大野さんの方が美味しかったかな。今日自分たちでこう釣った魚を自分たちで料理してこう食べてみたわけなんですけど、どうでしたか。もうすごい楽しかったです。自分で釣った魚を自分で食べる、あとはその振る舞って友達だとかと一緒になんかその楽しい時間をさらにこう彩ってくれるようなのもやっぱりさあの釣りのすごくいいなと思うところなので、なんかそういったところもこう釣りをすることによって分かって知ってくれたらなんか僕は嬉しいなと個人的には思います。うそうですね。でもこうやってあの料理とかもできるのって皆さんが多分マナーを守って自然とか魚を守ってるからこそできていることだと思うので、これからも私でも皆さん釣りをする機会があると思うんですけど、そういう時にしっかりマナー守っていけたらいいなと思います。ということでマナーについて詳しく知りたい方や今日作った料理のレシピお気になった方はぜひコメント欄をチェックしてみてください。番組を見てる皆さんもマナーを守って釣りや料理を楽しんでいただきたいと思います。というわけでさようなら。バイバイ。いや最後感動しましたね。あんなにドラマチックな展開になるとはまさか。